再生医療ナショナルコンソーシアム事業は、臨床研究を促進し再生医療を普遍化するため、現在臨床研究支援、人材育成、再生医療データベースの構築、産学連携のコーディネート、患者・市民との対話型コミュニケーション、国際的なコラボレーションの6つのモジュールで、グローバル規模での協業・連携を図るための環境構築を行っています。今回はこの2つについて詳しくご紹介します。臨床研究支援モジュールでは、再生医療と安全性確保法の下で実施される臨床研究が円滑で安全に行えるよう、各機関に蓄積されている最新の技術的経験や専門知識を収集と共有、技術的・事務的課題解決の支援を行っています。現在この事業でご相談いただいているクライアントのおよそ3分の1は企業の方々です。人材育成は再生医療を社会に広く浸透させる上で最も重要な課題です。再生医療には臨床医、細胞加工業者、患者などの多くのステークホルダーが関与しています。人材育成モジュールでは、臨床医だけでなく、これらすべてのステークホルダーの育成を目指しています。再生医療ナショナルコンソーシアムは、今後の日本の再生医療臨床研究の発展を支援し、再生医療の実用化を加速する再生医療者のためのエコシステムとなることを目指します。あらゆる知を結集し、再生医療の革新と普遍化により、全人類の幸福と未来に貢献していきます。